2022年10月4日に放送された芸能人格付けチェックテレビ朝日系に出演したカトゥーンの上田竜也さん39の発言に注目が集まっている。同番組は2人1組のペア、もしくはそれ以上の人数で1組となって高級品、廉価品、模造品といった物品などを識別するクイズに答え、間違えるたびに一流芸能人からランクダウンしていくルール。最悪の場合、映す価値なしまで下がり、画像処理で画面から消されるという容赦のなさが毎回視聴者を沸かせているが、この日の放送では上田さんの強めの言葉が光った。おっしゃー、おら、よし、ざまあみろ、カトゥーンの中丸雄一さん、39、と共に出演した上田さんは、1問目として出題された松茸に挑んだ。問題は、1万6000円の松茸を使った炊き込みご飯と、松茸を使っていない松茸風味の炊き込みご飯を食べ比べて、本物を当てるもの。他のペアの回答者がこぞって選択肢のうち B の部屋に行く中、上田さんはたった一人 A の部屋の中で審判の時を待った。すると、正解であることを伝えるべく番組司会のダウンタウン浜田雅俊さん59が開けたのは A の扉。浜田さんが入室するや、上田さんは興奮のあまり、おっしゃー、おら、よし、ざまあみろとカメラに向かって叫んでいた。また、番組最後に出題された高級毛ガニ、カニカマ、ザリガニを判別する問題の際にも、上田さんの舌鋒は鋭かった。番組中では中丸さんの度重なる不正解で、すでにそっくりさんまでランクダウンしていた2人だったが、最後の問題でも中丸さんが間違えため2人は最低ランクの映す価値なしとなった。3品目を口にした中丸さんは回答直前、ずっと上田君の足引っ張ってるんで外せないんですよ、絶対当てますよと話していたが、まさかのザリガニを選んでしまい瞬時に画面から消えた。メインスタジオにいた上田さんも消滅しながら別室にいる中丸さんに向かって、ふざけんなよ、二度とカトゥーン面するなとカメラを通じて言い放ったのだった。このシーンに対しては、二度とカトゥーン面するなって上田くんの言葉選び最高にカトゥーンすぎる、盛大に降って綺麗に落ちてからの二度とカトゥーン面すんなは笑うでしょ、カトゥーンなのにカトゥーン面すんなって言われる中丸くんだが、その姿も映っていない上田くんというただの面白画像などと、上田さんの発言の切れ味を楽しんだとする声がツイッターに相次いだ。その他、戦術のざまあみろといった発言も受けてか、上田くんマジチンピラすぎて笑う、格付けの上田面白かったな。あまり知らない人はいきりチンピラに見えたかもしれないけど、めっちゃ笑う良いお兄さんよ、との反応もあった、J キャストニュース編集部坂下智永。